今回は機動戦士ガンダム水星の魔女第24話最終回のネットの感想反応を紹介します。この動画にはネタバレが含まれております。ご注意ください。終わったー。いろいろ問題を残しながらこれからも生きてく END で、予告されてた最後はほっこりする終わり方になってた。正直プロスペラとエリクトくらいは死ぬかと思ってたから意外だった。地球と宇宙の問題が完全解決とならないのはリアルで帰ってよかったかも。現実世界でもこれだけ人類が進化してもまだ戦争終わらんし、シャディクが全部積みかぶったからまあ許してやるかって空気になってきた。というかシャディクの計画に全部乗っかっただけ。クワイエットゼロの計画破綻させたのもシャディク。地球と宇宙の格差に多少なりとも希望の光を当てたのもシャディク。議会連合の球団の矛先を全部受けたのもシャディク。こいつ間違いなく彗星の MVP だろ。ラスボス不在は盛り上がらんな。バチバチしたバトル期待してたのに、全軍無力化してコロニーレーザーに発目引くぐらいしていいよね。ママと殴り合って和解でよかったのにな。脚本的にも無理なく入れれたやろ。キャリバーンの最終形態は、ブレードアンテナとかシェルユニットが虹色。カリバーンが虹色に光ればマーキュリーラッシュ濃厚だ。ボーナス確定ガンダム。キャリバーンの角虹色なのが正規カラーなんか。パチンコ、パチスロに配慮して虹色をデフォルトにしました。角が虹色になったら究極体ってことかね。ガンダム同士の共振か、オーバーライドとガンダムがヤバいのは変わらなくね。よくわからんが一瞬で解決していくスタイル。ガンダムなのにスピリチュアルアニメで草。お、ガンダムは初めてか？初代からしてスピリチュアルだろ？何言ってんだ。いや待てよ、クワゼロを構成する物質まで全部消えるんかい。いろんなガンダムの最終回詰め合わせみたいな。ラスボスななし、クッソアロタ。ラスボスが弱すぎというか最終バトル盛り上がらなかったな。まあ解決にはこれしかないよなってやつそのまんまだったしね。多少無理がある展開だとしても、キャリバーン、ミカエリス、ファラクト、シュバルゼって、4機揃ってラスボスモビルアーマーとの戦闘があればなー。ロボット物としてはマジで戦闘がいまいちすぎるよ。おいおい、こんなに綺麗に終わりやがって。バーメットってもしかしてサイコフレーム並みにヤバい代物だったんじゃ？サイコフレーム異常だな。かなり無理すればバーメット絡んでれば、月光町みたいな真似できるって時点で非芸地小手前だな。結局自解したけどこれを発展させると文明破壊できてしまう。通過なんで期待役ワイエットゼロが消えたの？パーメットは月光町みたいなこともできるってこと？スコア9に上がったことで、クワゼロがなくても範囲に制限がなくなり、パーメットを含む物体を完全に操れるようになった。つまり人工物を粒子に分解することもできる。その気になれば新世界の神になれるな、エリー。エリクト、キャリバーンに情報を移して新たな身体を得たみたいね。しかもスコア9を権限した特典で、宇宙のどこでも通信できるし、人工物を有志化することもできる。もうやらんだろうけど、軌道エレベーターとかの描写を見ても、人類はパーメットを手放していないので、その気になれば世界中のどこにでもアクセスできそう。エリクト人形として生き残るとはね、ババアどもは挟んでコロニーレーザーも破壊して大断炎3機はないな。よかったな、最終形キャリバーンはガンダム史上最強のぶっ壊れだからスパロボでもられるぞ。スパロボだと近づくだけで敵ユニット操作できるようになるぞ。ガンドなきゃ無理だからセーフ。ファラクト君はパースコゴとか耐えられんとか言われてたのにキャリバーンに連れ出されるのは反応しちゃうんだな。パイロット乗ってないからな、結局分解されたけど。シュバルゼッテにはグエルが乗るんだ。矢印なんか勝手に動いて勝手に消えました。最大の道化シュバルゼッテ、幾多の考察の後何もしなかった道化。シュバルゼッテ外見やっぱり良いな、出番がもっとあれば。ほんデミバーニング戦闘なしオープニング詐欺確定。デミバーニングはタクシー。よかったわ、バトル期待してたやつからしたら物足りないだろうってのもわかるが。4号の残留思念はよかった。データストームとはいえ4号と再会できたのはよかった。シン・エランの勝ち逃げは、表舞台に立たない奴が一番賢いっていう政策のメッセージだよ。基本的に悪いこと何もしてないからな。確かに性格が悪いってだけで犯罪とか不正はしてないしな。むしろたびたび警告してくれたりしてたしな、基本悪よりの中立。エラン有能だったな、こいつ量産の暁には何たら言えるぐらい有能。結局45オリジナル全員有能だったっつーね。旅するエラン、働くエラン、データの奥底のエラン、無敵じゃね。4号出番あったか、5号はもっと闇落ちするかと思ったがそうでもなかった。オリジナルはなんかしたたかだな。性格悪いけど、太もも秘書といいコンビ。オリエラは4ババア嫌いだったのね。あれを好きになれるやつなんておるか。4ババアがお仕置きされたから満足です。最後にババア合体すると思っていたのに残念。
会社の資産はなくなったけど資材は残っているんだろうな。ババアの優雅な女子会 END 見せられたこっちはどうリアクションすれば。まあただでも転んでは起きないババアらしいわ。4ババアの髪型がサプライズ。4ババアが面白いで持っていかれるだけだった。好きな相手に恨まれ役をやり、共犯者はメンタルブレイクしてケアするもガン無視されて、ピエロ役でキューピッド役を好きな奴相手にやる羽目になり、弟が発狂して殺人まがいを引き起こし、物理的に止めることになり、約束していたグループ支援はもらえず、煽ってくる後輩と暗躍系ハイスペック青年と会社経営頑張ってくことになった。そんな男がグエル、ジェターク。グエルはセセリアとシンエランに挟まれて若くして派手そう。フェルシーちゃんに癒してもらうのだ。もし CEO グエルが指輪してたらスレッタの相手という可能性もあったが、グエルは指輪なしで独身確定やん。グエルの嫁はセセリアだろ、フェルシーは死んだ。やっぱりグエルとフラグ立ってんのセセリアじゃねえか。ペトラちゃん大勝利、生き残ってくれてほっとしたわ。なんだかんだラウダが勝ち組エンドで草。ペトラとラウダはフックスリリースしたのか。ラウダいいやつだな、シードなら別れてたかもしらん。これよく見ると両足義足なんだな。こんな機械の義足つけてるのに松葉杖って必要なの？両足義足だから細かなバランス取れないんだろ。片方セセリアみたいな太さになっててバランス悪いしな。誰も殺したくない殺させないスレッタの強い選択の結果だこのエンディングは。ガンダム主人公偶性ランキング余裕の1位だわ。他のシリーズ主人公はヤバいやつしかいない。特技コクピット狙い撃ち、ざまあないぜ、水着のお姉さん蒸発、自爆ゲー、だるまにして宇宙放置、恩人殺害、俺がガンダムだ殲滅じゃ、パンパン、ろくな主人公がいねえ。偶性は刹那だろ、宇宙人と理解し合ったし。刹那もスレッタも罪を背負った上でというのが泣ける、どっちも偶性よ。そうだな。スレミオスレミオスレミオ。スレッタの薬指に指はあったよな。スレミオガチで結婚してて笑った、よくやった。これでうるさかった男との隔柱が消えるな。ガチのマジでスレミオエンドだったぜ百方。スレミオ指は、グッズかしろや。劇場版欲しいな。スレミオ結婚式の時にトラブル起きて、果たして初夜を迎えられるのかみたいな。最終回タイトル目いっぱいの祝福を君にか、祝福じゃなかったな。祝福を君に予想はあったな。目いっぱいまであったか忘れた。ラストの曲とタイトルに泣いた。ちょっと無理やりだけどまとまったな。そしてプロローグと呼応するかのようなエピローグ。祝福で始まり祝福で終わった。機動戦士ガンダムシードフリーダム来たー。長らく劇場版化されないって言われてたシード映画化すんのね。シードフリーダムで吹っ飛んだわ。略称はどうなるんだ。シードデスティニーが種子だから読みは種子になりそう。水星の魔女最終話の反応いかがでしたでしょうか。最後の方の展開がかなり巻きに入ってた印象だったけど、放送中盛り上がってたし最後もうまくまとめられてたので良い作品だった。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。